藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。Gスカイ FM 島でお聞きの皆様こんばんは。8月10日水曜日、時刻は19時30分。ごめんなさい、8月10日じゃないですね今日ね。8月24日水曜日、時刻は19時30分。 J3 リーグ藤枝マイ FC の徹底応援番組東本マイ FC のお時間です。皆様の相手は藤枝マイ FC スタジアム DJ の DJ 拓郎です。そして本日も私のパートナーを務めてくださるのはこちらの方です。はい、藤枝マイ FC 広報の伊藤咲です。はい、本日も藤枝マイ FC 広報の伊藤さんが私をサポートしてくださいます。ゲストの選手の質問、メッセージなど皆様からのメールをお待ちしております。伊藤さんお願いします。はい、メールの送り先は myfc@g-sky765.jp myfc@g-sky765.jp まで送ってください。ファックスの方は054-732-9162 までお願いします。はい、ありがとうございます。まずは最近の公式試合の結果情報をお届けいたします。前回の放送から今日までの間にリーグ戦2試合が予定されていたんですが、ご存知の方も多いと思います。まず8月13日土曜日、第20節アウェーゲーム、アスルクラロ沼津戦。こちらは台風の接近により延期ということになりました。そしてついこの間ですね、8月20日土曜日、第21節こちらもアウェーゲーム、 FC 岐阜戦。こちら1対0で先制していたんですけれども、雷雨により中断し、その後延期が決定したということになりまして、2試合連続で延期というのもかなり珍しい、ね、そうですね、なかなかないことだと思いますね。しかもなぜよりによってこの時期にというのはちょっと思うところではあるんですけれどもね、はい、まあこればっかりはしょうがないといえばしょうがないですけどね。そうですね、はい。そしてですね、ニュースが2つありますね。ご存知の方こちらも多いと思いますが、須藤大輔監督、7月度月間優秀監督賞受賞おめでとうございます。そして久保東次郎選手、7月度コナミ月間 MVP 受賞おめでとうございます。まあ7月負けてないですからね、やはり素晴らしい結果が待っていましたね。はい、はい、本当に良かったです。まあね、本当それだけにこのね、2試合連続延期がちょっとね、そうですね、もともと1試合やってたので3週間腰戦がっていうところですね。そうですよね、なんかニュースによると8月20日の先日のあの岐阜戦は1対0の20何分からスタートということになって、そうです、22分まではやったっていうところで残りからになりますということですね。はい、なかなかね、まあそれはそれでちょっとこう試合運びとか難しい部分もあるのかななんて思ったりもしますけれどもね。そうかもしれないですね。まあ、でもね、今の藤枝マイ FC であれば、はい、まあ勝利を飾ってくれることでしょう。はい、ということで今日も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC スタートいたします。今日のゲストは杉本拓也選手と大石嗣俊選手です。藤枝マイ FC の J2 昇格目指して共に盛り上がってまいりましょう。藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。はい、この東本マイ FC では毎回藤枝マイ FC のどなたかにゲストとしてご出演いただいてお話伺ってまいります。ということで今日のゲストの方から自己紹介いただきましょう。お願いいたします。はい、背番号1番ゴールキーパー杉本拓也です。はい、よろしくお願いします。そして、はい、背番号9番、フォワードの大石嗣俊です。はい、今日のゲストは藤枝マイ FC 背番号1番ゴールキーパー杉本拓也選手、そして背番号9番フォワード大石嗣俊選手です。2回目のご出演なので、あのルール説明、イエローカードとか無視しますが、とにかくノリよく楽しく喋って帰ってくださいということで、前回を出演の時は、まあ、それとですね、ごめんなさい、前回出演の時はお一人ずつ前半と後半分かれてましたけども、今日はもうお二人同時にお話を伺ってまいりますので、よろしくお願いいたします。簡単にプロフィールの方から紹介させていただきます。杉本拓也選手は1989年12月31日生まれの32歳、静岡県吉田町出身。2018年藤枝マイ FC 加入し、今季で5シーズン目。大石嗣俊選手は1989年9月25日生まれの32歳、神奈川県出身。2014-15年を藤枝マイ FC で過ごした後に移籍し、2020年に再び藤枝マイ FC に加入し、今季で3シーズン目、通算では5シーズン目というプロフィールで、お二人とも合ってますでしょうか。はい、合ってます、はい、よろしくお願いいたします。あのお二人とも同じ生まれ年で同い年なんですね。はい、はいはい、あと鈴木純選手と押谷選手も同い年ということで合ってますか。はい、合ってます。4人同い年ということですね。あの、まあ、お二人もうね、お二人とも藤枝マイ FC5年目、まあ、
大石選手に関しては1回離れて通算で5年目ということですけれども、はい、最初に藤田 FC に加入した頃っておそらく年上の選手結構多かったんじゃないかなと思うんですけど、今やもうかなり上の方ですよね。もしかするとあれですか、岩間選手がレンタル移籍したから今一番上の年齢になるんですか。はい、そうです。そうです、ね、何かこうあれですか、先輩が多かった時と今後輩が多い時でどっちの方がやりやすいとかどっちの方が楽しいとかあったりしますか。二人とも顔見合わせて。個人的にはね、はい、先輩がやっぱ多い方が、はいはいはい、いろいろ助けてもらえる機会は多かったんで、俺は先輩が多い方がいいですね。なるほどなるほど、はい、杉本選手はいかがですか。いやもう上になった方が楽なんで。ああ、なるほど、まあ、僕は今の方が楽です。そういうのもありますよね、はい、本当だからその辺ってこう人によってこう後輩ポジションでいる方が楽っていう人と、あとまあ上にいる方が楽っていうのってあると思うんで、やっぱりそれぞれ違いがあって面白いですね。さて、まあ、8月下旬とはいえまだまだ暑い日続いておりますけれども、今コンディション的にはいかがですか杉本選手。僕はとてもいいです。はい、うんうん、夏バテとかそういうことあんまりしない方ですかね。そうですね、暑いですけど特にそういうことは今のところはないです。何かこう夏で特に気をつけてることとかってあったりします。例えばエアコンあんまり寒くしないようにしているとか。いや、エアコンは普通つけるし、水分の取り方ぐらいですかね。うん、まあ、確かにそうですね、水分補給大事ですもんね。大、はい、石選手はいかがですか今の時期のこうコンディション維持。コンディション維持の方法とかっていうことですか。そうですね、はい、いや、まあ本当食事と睡眠と、うんうんうん、まあ、あとより多くこう水分の取り方とかっていうところは気をつけてますけど、うんうん、やっぱお二人とも水分の部分はかなり気を配ってるって感じですね。まあ、より多くね汗かくんで、うんうん、そこは、はい、意識的にとってます。大石選手も別にこう夏バテとかは感じないタイプですか。夏、そうですね、あんまりないですね、うんうんうん、はい、夏の時期と冬の時期だとどっちがお好きですかお二人は。いや、俺は冬の方が。美味しいでしょ冬の方が。はい、俺は。僕はどっちかって言ったら夏の方がいいかな、うんうんうん、あまり寒いの苦にならない。いや、あの寒いって動かないんで試合中。あ、なるほど、なるほど。はい、そうだね。美味しい選手は逆に寒いのはそんなに苦にならない、まあ、感じですか。フィールドは動くんで、うんうんうん、まあ、冬の方がまあ走れるし。なるほど、なるほど、はい、面白いですね、それぞれのなんかこう違いがいろいろ出ててね。先日の藤枝選手の試合、先ほどもちょっとお伝えしましたけれども、まあ、2試合連続で、まあ、いわゆる荒れた天気、好天でかこう中断そして中止ということになってしまったんですけど、去年もそういった雷で試合が中断しちゃった試合ってあったと思うんですけれども、 ああいう時とかっていうのがとこう、まあ、試合中断してる間どんな思いでいるんですかね選手としては。まあ、その選手とかその見てくれるお客さんのことを考えた上での中止なので、はいはい、僕は全く何も文句も出ず言えないです、はい、特に何も考えずに淡々と体のアップだけ続けてる、まあ、やるならやるでやるし、うんうん、まあ、やらないならやらないでしょう、まあ、それはそうですねみたいな感じで、まあ、ボケーとしてしてますね、うん、あんまり深くそこはじゃ考えないようにしてる、はい、うん、そうですね、はい。大石選手の方いかがですか。先日のね、リザーブで入られた試合でまさに中止になっちゃいましたけど、あの時って何かこう選手間でこりゃやれんのかなみたいなそんな話とかあったりしたんですか。いや、もう正直中止だなっていうふうにみんな思ってて、まあ、審判が、はいはい、まあ、全然やれるような天候だったんで試合中は、なんかなんでだよって思ってたんですけど、うんうんうん、なんかまあ雷雲がなんかあるみたいな、はいはい、で天気予報見たらもうずっと雷マークがついてて、うんうんうん、いやこれできるわけねえじゃんっていう話をみんなでしてて結局雷ももう鳴っちゃって再開できずっていう感じだったんで、まあ、正直中止だろうなっていうのを話してました、うん、まあしょうがないかみたいな感じですかそういう時って、ね、まあもうこればっかりはね、うん、はい、まあ、そうですよね。今その天気の話ちょっと伺って、その雨の日と晴れの日っていうのはこう選手によってなんか好き嫌いがかなり分かれるっていうのを前に聞いたんですけれども、例えば杉本選手は雨と晴れだったらどっちがお好きですか。僕は晴れの方が好きです、うん、それは理由は何かありますか。まあ、ボールが見やすいのと、うんうんうん、あともう一個ボールが濡れるとキャッチとかそういうところに非常に影響が出るので、やっぱり滑りやすくなっちゃったりとかするんですね、はい、シュートのスピードも上がるし、なんかそのキャッチか弾くの判断が非常に難しくなるので、そこはあんま好きじゃないですね。スピシュートのスピードって上がるんですね、やっぱりね。でも芝生が濡れて、ゴロのシュートとかもそのファンブルしやすかったりとかあるんで、はいはいはい、まあ
にそうですね、どっちかというと晴れてて、はい、ありがたいですかね。まさにそのシュートが今速くなるという話だったので、大石選手は雨の方が好きっていう感じですか、ね、そうですね、僕は、まあ、まさに今のと逆で、はいはいはい、まあ、シュートが入る確率が上がるっていうところと、うんうん、まあ、スリッピーになるんで、まあ、本当雨の日だからこそこう早めにこうシュート打っていこうっていう話をするぐらい、やっぱりキーパーにとっても部がある中で、まあ、そういうシュートを決めれるチャンスが上がるんで、僕は雨の方が好きかなっていう、うん、なんかこうパスがの精度がこう下がっちゃうとかそういうことはないんですか、雨の日っていうのは。いや、まあ多少なりとも影響はあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、それはやっぱその、まあ、攻撃陣とこの守備陣というか、まあ、ポジションによってそこはちょっと感覚的なものは違うかなと思います、うんうんうん、なるほど、まさにポジションの違いが2人に現れてて面白いですね。フォワードとゴールキーパーという違いが、ね、ありますけども、さてだいぶ時間が近づいてきているので、ここで個人的ニュース伺ってるんですけれども、杉本選手は何かありますでしょうか。最近あのボーリングにハマってて、はいはいはい、それはご家族で、それともなんか友達とかで、家族でも行きましたし、まあ、チームメートとも行って、うん、まあ、非常に楽しいなって。ちなみにベストスコアはどれぐらい。230。おお、結構すごいですね、それは。なんとかです、はい、230はだいぶすごいですね。いや、すごいですよね。ですよね、ほぼノーミス、あのスペアかストライクでいく感じですよね。もうそれはすごいですね、はい、そして大石選手は最近の個人的ニュースとしては何がありますでしょうか。個人的で、まあ、僕はゴルフをやるんですけど、はいはいはい、ゴルフがあの全然上手くならないもう10年ぐらい今やってるんですけど、はいはい、もうスコアがもう下がりまくって下がっちゃってるんですか、はい、永遠と、はい、下手になっていく一方で、はい、もう早めにちょっともうやめなきゃなと思うぐらいちょっとゴルフの成長が著しいというか、はい、成長著しいって言うと普通、はい、いい方向に行ってる時に、あの下がってるのが、はい、著しい、成長低下が著しい、はい、本当にすごいんですよ本当にそれでもなかなか好きでやめられないって感じですか。いや、やっぱ楽しいんでね、やっぱりオフのリラックスになりますしね、ゴルフ場気持ちいいですしね、すごい、いや本当晴れてる人が特に気持ちいいですね、はい、でもなかなか成長はしていかないって感じですか。ひどいです、もうスコアなんかもうとんでもない、もう本当初心者よりも下手になってるんで、はい、なんでどうやったらこんな下手になるんだろうっていうぐらい、はい、でもそれでも楽しくやれてるというのは素晴らしいことですね。いや、そうですね、はい、はい、エンジョイゴルフで、はい、やらせてもらいます。ありがとうございます。さあ、ここで1曲いきましょう。こちら杉本選手からのリクエスト曲なんですけれども、愛さんの曲リクエストいただいてますが、何か特別思い入れがあるとかそういうことではないですか。思い入れとかそういうのがあるわけじゃないんですけど、はい、なんかよくその運転してる時にかかってくるっていうか、その自分のお気に入りリストみたいに入ってるんで、それでなんかまあ元気出るなみたいな感じですか。はい、はいはい、それでは曲紹介いただけますでしょうか。はい、曲紹介、はい、曲タイトルとアーティスト名を言っていただければ、愛さんでハピネスです。藤枝マイ FC 徹底応援番組東根マイ FC。 藤枝マイ FC 徹底応援番組東根マイ FC、 本日は藤枝マイ FC 背番号1番ゴールキーパー杉本拓也選手、そして背番号9番大石嗣俊選手のお二人がゲストです。番組の後半からはお二人に2択アンケートに即答で答えていただき、その結果をもとにお二人の内面についていろいろ伺っていきたいと思います。ということで、まずはサッカー編の究極の2択アンケートというものをやらせていただきます。5秒以内ぐらいで即答でお答えください。お二人とも、はい、よろしいですか。それでは参ります。2択アンケートサッカー編第1問、小学生からサッカー生活をやり直せるとしたらどっちを選びますか。 A、 また同じチームや学校を選んで同じ順序でプロを目指す。 B、 これまでとは全く違うサッカーの進路を選んでプロを目指す。 B、 A。 2問目、いずれ引退した後に叶うとしたらどっちが嬉しいですか。 A、 人気のサッカー解説者としてテレビなどの各メディアに引っ張りだこ。 B、 有能なサッカー指導者として各クラブから引っ張りだこ。 B、A。 もしサッカーの神様がプレゼントしてくれるとしたらどっちを選びますか。 A、 J リーグで一番の足の速さ。 B、 J リーグで一番のジャンプ力。 B、A。 面白い。試合中もしくは試合前に審判から名前を微妙に間違えて呼ばれました。例えば杉本選手なら杉山選手、大石選手なら大岩選手とか、そんな感じで選びました。どっちを選びますか。 A、 正しい名前を伝える。 B、 特に訂正とかはしない。 A、 A。
はい、ありがとうございます。ということでサッカー編の2択アンケート、小学生からサッカー生活をやり直せるとしたら杉本選手はこれまでとは全く違うサッカー進路を選んでプロを目指す、はい、ということですね。はい、それはどうしてですか？何か理由があります？もうやったんで、これは。あ、なるほど。違うのを選んでみたいな。違うポジションもやってるかもしれないし、はいはい、あ、なるほど、そうか、ポジションも変わる可能性もありますもんね、はい、もしかしたらもっといいカテゴリーに行けてるかもしれないっていう、まあ、夢を抱いて挑戦しました。松村幸喜選手はなんかあのユースから来てるから選手権に出てみたいんで、やっぱり B って言ってましたね。あ、なるほど、そういうのは考えなかったなそして大石選手は A、 これもまた同じチームや学校を選んで同じ順でプロを目指すと、はい、まあ、それなりにといった姿勢ですね。かなり充実した学生生活を歩んできたということですかね。なんですかね、その人たちになんか成長させてもらったなっていうのがあって、なるほど、なんかそれ人以外でっていうのがちょっと考えられなかった。また今までの指導者さんたちとも会いたいなみたいな感じですかね。それだけです、はい、分かりました。そしていずれ引退した後に叶うとしたら、杉本選手は有能なサッカー指導者として各クラブから引っ張りだこ、はい、指導者の道に進んでみたいなって感じですか、ね、そうですね、まあ、監督とかそういうのは多分あんま分かんないですけど、うんうん、なんかキーパーコーチみたいな仕事はちょっと興味あるんで、はいはい、ちょっと引っ張られたらラッキーみたいな感じです、うん、そして大石選手はサッカー解説者としてテレビなど各メディアに引っ張りだこ、いや、うーんとね、これもなんかどうなのかな、両方ともなんか違うというかそうなんですね、はい、ちょっとこれはだから、はい、消去法で。なるほどなるほど、はい、どちらかといえば、うん、そうですね、どちらかって言ったらですね、はい、はい、分かりました。そしてもしサッカーの神様がプレゼントしてくれるとしたら、大石選手は J リーグで一番の足の速さ、杉本選手は J リーグで一番のジャンプ力、やっぱりこれはもうポジション的なものですかね、お二人とも。そうですね、うん、多分じゃないですかね、はい、前に杉田選手に伺った時にはサッカー、まあ、フィールドプレイヤーだからこそでしょうけど、サッカー選手で足の速さを選ばない人はほぼいないでしょうみたいなことは言ってたんですよね。だからやっぱりフィールドプレイヤーとゴールキーパーのそこは違いっていうのは大きいでしょうね。なるほど、面白いですね。さあ、そして試合前や試合中に審判から名前微妙に間違えられた時は正しい名前を伝える。そうですね、お二人ともこれやっぱりなんか瞬時に反応しちゃう。杉本ですって多分言っちゃいますね。あ、なるほど、はい、なるほど。それはな、間違えられたままのままっていうわけにいかないぞっていうところですかね。多分訂正しちゃうと思うんですけどね、と普通に状況にもよるけどね、うん、実際にそういうことってあったりしますか？いや、めったにないですか？うーん、あんま経験したことないですかね。藤選手はいかがですか？ないかな。ないですね、うん、はい、分かりました、ありがとうございます。さあ、そして時間が短くなってきておりますが、プライベート編に行きたいと思います。二択アンケート、プライベート編です。プライベート編第一問、雨の日に店を出ようとしたら自分の傘と似たようなビニール傘だらけでした。どっちを選びますか？ A、 とりあえず自分の傘がどれか一生懸命しばらく探す。 B、 全然わからないので適当なのを指して出る。 A です。ん？適当なのが B。 適当なのを指して出るのが B です。探すのは A。 俺多分自分の傘ってわかるんで、めちゃめちゃ絶対わかる。じゃあ第2問目です。もし予知能力が手に入れるとしたらどちらが欲しいですか？ A、 自分の未来が詳しくわかる。 B、 世界の未来が大雑把にわかる。 B。 B かな。いつか寿命を終える時の順番はどちらが良いですか？ A、 パートナーより先に自分が死ぬ。 B、 パートナーより後に自分が死ぬ。先に死ぬ方です。はい。逆かな俺は。はい、最後です。どちらか絶対に実現するとしたらどっちが嬉しいですか？ A、 今週から休日が1日増える。 B、 今月からもらえるお金が 10% 増える。 B。 B だな。はい、ありがとうございます。雨の日に店を出ようとしたら自分の傘と似たようなビニール傘だらけ、お二人とも自分の傘探すと。そうですね。てか大石選手は絶対わかると。分かるし、もう分かんなかったらもう持っていかないですよね。分かんないんだったらね、分かんないったら多分持っていかないと思う。分かんないってことでしょ、うん、こんなんもう持っていかないでしょ。分かんないんだからもう。なるほど。そしてもし予知能力が手に入るとしたら、杉本選手は世界の未来が大雑把に分かる。そっちはいいですね、うんうん、はい、あ、というかこれお二人ともですね、世界の未来が大雑把に分かる、はい、自分の未来が詳しく分かるよりも、まあ世界の未来が分かった方が、うん、自分のは別にそんなにいいかなって感じです。どうなるかは。大石選手も同じ意見ですか？なんか自分の未来知っちゃったらつまんなくない？ああ、なるほど。確かにそれもあるかもしれないですね。なるほど、なるほど。そしていつか寿命を得る時の順番、
杉本選手はパートナーより先に自分が死ぬ、大石選手はパートナーより後に自分が死ぬ、はい、はい、これはもうあれですかね、なんか個人個人のそのまさに思いのままという、ああそうですね、特に理由はないって感じですか、理由はあげるとさ寂しいかな、あ寂しい思いするよりは、あまあそうですね、じゃあ僕は気が楽かなみたいな感じです、うん、大石選手は見届けてから自分が、うん、そうですね、相手、が自分が死ぬことによって悲しむよりは、自分が、うんうん、はい、そういうのを経験した後に、はい、ポックリいけば優しいですね、はい、相手を悲しませたくないってまあ、相手は多分逆を思うんじゃないですか、ああなるほど、素晴らしい関係性ですよね、それはね、分かんないけどね、さあそしてどちらか絶対に実現するとしたらどっちが嬉しいっていうのは、お二人とも今月からもらえるお金が 10% 増える、はい、お願いしますぜひ休まれていいもんね、はい、そう特に休みはいらない、お金の方が欲しい、あそういうもんですね、はい、なんだなんだね、動くしね、うん、はい、うん、現役の間はそんなに別に休みはいらないっていう感じ、まあ欲しいけど、まあシーズン中は週1回もしくは2回いただいて、まあ、オフでがっつりもらえるんで、なるほど、はい、それよりはお金の方が増えてほしい、まあそうですよね、嬉しいですよね現実的で面白いですね、はい、はい、ありがとうございました、というところでだいぶね時間越してきてしまったので、ここで大石選手からのリクエスト曲いきたいんですけども、大石選手面白い曲をリクエストしてくれましたね、大塚愛さんの黒毛和牛上昇炭焼き680円、これは何か思い出か何かあるんですか、これ俺完全失恋ソングですね、なるほど、はい、うんうんうん、あの高校生の時に失恋した時に聴いてた曲です、ね、この曲を聴いてた時なんか大阪がなんか失恋ソングをリクエストしてくれて、松尾君からそんな風に言われたんですか、マジ本当ガチでどこまで本当なんですかじゃあすみません、曲紹介お願いいたします、はい、大塚愛で、黒毛和牛上塩タン焼き680円です、藤枝マイ FC 徹底応援番組東根マイ FC、お送りしてまいりました藤枝マイシー徹底応援番組東根マイシー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、この番組毎月第2第4水曜生放送ですので、次回は3週間後の9月14日放送となります、では本日のゲストのお二人から番組のリスナーの皆様、そしてファンサポーターの皆さんに向けて一言ずついただきましょう、じゃあ杉本選手からお願いします、はい、今日はありがとうございました、非常に楽しい時間を過ごすことができました、ぜひまたスタジアムに応援しに来ていただけるように待ってます、ありがとうございました、はい、そして大石選手もお願いいたします、はい、今日もねすごく外見たら300人ぐらいねありがとうございます、増えたないや本当今、昇格をこう狙える順位にいて、まあ、藤枝のねこの歴史をこう新しくね塗り替えるようなチャンスが、あるんで、まあ、選手たちはねもう本当に吐くぐらいきつい練習をね今毎日やってるんで、もう本当にサポーターがもう一押し二押しぐらい、背中を押してくれて、昇格に向けて一緒に戦っていきたいなと思うんで、また応援よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、そして次回放送までの間に行われる藤枝マイシー試合予定です、まずは8月27日土曜日第22節いわき FC 戦、藤枝総合運動公園サッカー場で行われます、そして9月4日日曜日第23節蒲田マーレさぬき戦ピカラスタジアムで行われます、ということで伊藤さんの方から何か告知をお願いいたします、はい、ただいまスナイルジャパンカップというものが全クラブで行われてまして、藤枝マイシーかなり頑張ってる状況になりますので、28日までセカンドラウンドの予選を今行ってますので、ぜひ皆さん毎日満点を取るまで受験お願いいたします、あともう一つ、はいはい、本日特別指定選手の尾関選手と山原選手のプロフィールの方更新しましたので、うんうん、ぜひまたチェックしていただければ嬉しいです、よろしくお願いします、試合に出れる準備が整っているということですよね、はい、はい、選手層がどんどん熱くなってきますね楽しみです、はい、さあ、メッセージもいただいているんですけれども、ちょっと番組中にお伝えすることができなかったので、この後もし時間取れればですね YouTube 用の方で、お二人にお話を伺いたいと思いますので、また次回ということになります、ということでジスカ FM 島田の投稿前市でまたお会いいたしましょう、次回放送は9月14日の水曜日となります、ここまでの相手は DJ 拓郎と藤枝マイ FC 広報の伊藤咲でした、最後は全員でお別れいたしましょう、せーのさようなら。
はい、ラジオ投稿前よし、今生放送が終わりました。お二人ともありがとうございました。大石選手にですね、一通ラジオネームベルベットさんという方からメッセージをいただいておりまして、大石選手といえば藤枝前シーンの歴代最多ゴール記録保持者ですが、その中でも一番記憶に残っている、または決めて一番しびれたゴールはどの時のゴールですかというメッセージをいただいているんですが、どれだろうな、どれだろう、しびれたゴール、やっぱ一番最初のゴールなのかな、藤枝に来て、最初に先発というかで出た試合の開始すぐ取ったゴールが一番あるかもしれない。2014年かな、多分、はい、その、はい、長野パルセル戦の、ゴールで、なんか自分が自信持てたゴールだったかなっていう。はい、わかりました、ありがとうございます。そして杉本選手はこう今までですごく記憶に残っている試合、藤枝マシーンの試合でこの試合はすごく印象に残ったなとかっていうのありますか？は、2019年の、 あの北九州とやった最終戦が、はいはい、その最後に奈良岡翔くんが出てきて、なんかすごいな感動で、ブチが点取ってなんかすごい感動したのを、はいはいはい、試合中になんかすごいうるうる来たのを覚えてる。ジーンときたっていうか、ね、ジーンときたかなと思います。いい話ですね、はいはい、ありがとうございました。ちょっと短い間でね、お二人にももっといろいろ伺いたかったんですけど、ぜひまた次回もよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。